僕の声君に届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りします。ただいまおかえり、今日は何して遊ぼうか、空にはお日様、僕らの ございます。2017年3月20日月曜日、時計の針は9時2分を回りました。本日もここ沖縄県西海岸にあります日本一人口の多い村読谷村、32の工房、そして101の感動体験ができる紫村サテライトスタジオから10時までの1時間生放送でお届けしていきます。本日のナビゲーターは昨日に引き続き、達也でございますということでね、はい、今日はね本当に沖縄県読谷村ね、朝からちょっとどんよりとした、ね、お天気ではございますけどもね、今のところちょっと雨は降ってないんですけども、一日こういう、ね、天気が続きそうですよ。ぜひね、観光で外に出かける皆さんね、いつ雨が降ってもいいようにね、そういう対策もしっかりしていただきながらね、この3連休の方はね、最後の休日ですかね、楽しんでいただきたいなと思いますよ。ということで、はい、ちょっと話は変わるんですけども、今日ね、私毎日ね、西原町というところからここ読谷村にね、出勤そしてね、来ておりますが、今日ね来る途中で2件ともねちょっと事故を見てしまったと言いますかね、はい、事故がありまして、どちらともレンタカーのねワーナンバーだったんですよね。はい、ぜひね本当に観光客の皆さんにも呼びかけ、そして、ね、はい、地元の皆さんにも呼びかけなんですけども、やっぱりねこういう雨の、ね、日、ね、そういう天気が悪い日はね、ぜひちょっといつもより安全運転でちょっとね、この運転を、ね、していただきたいなと思いますよね。本当に時によってはねライトをつけるなり車間距離を空けるなりね、していただきたいなと思いますよね。今ね本当に沖縄県このね観光で、いらす外国の方とかも増えてる中で、ね、レンタカーにね外国人乗ってますっていうね、あれはなんだろう、ワッペンではない、なんだあれ貼ってありますよね車の後ろにね。やっぱりねそういうのを見るとね、やっぱり本土の
から来た観光客の皆さん、外国の皆さんってね、やっぱ不慣れなこの沖縄の道でございますので、ね、安全運転を心がけるのはもちろんですけども、で地元の方もね、譲り合いとかそういうのをちょっと意識してね、はい、ぜひしていただきたいなと思いますよということでね、ちょっと朝から、はい、そういうお話でしたけども、今日も元気いっぱい10時まで読谷村情報をお届けしていきますので、10時までの1時間、本日のナビゲーター達也でございます。よろしくお願いいたします。ここで本日のドライビングナンバーをお届けいたします。ディアマンテスが歌います、片手に三振を。
お届けしました。本日のドライビングナンバー、ディアマンテスが歌います片手に三振を。この曲ね、私好きでございましてね、ちょっと朝からね、まあどんよりとした気分でもございましたのでね、いかがだったでしょうかということでね、本日のドライビングナンバー片手に三振をでございました。時計の針は9時11分を回っておりますよ。ここで、本日の沖縄のお天気お伝えしていきましょうかね。はい、本日の沖縄のお天気、天気概況から。沖縄本島地方では明日、ね、21日未明から、雷が発生する見込みですということでね、本日の20日の沖縄地方は気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨の天気となるでしょう。ね、ところどころで弱い雨が降っております。続いて中南部のお天気です。本日は曇りのうち雨、波が 1.5 メートル、うねりを伴います。降水確率、この後午前中は 30%、 夕方にかけて 60%、 深夜にかけて 60%、 そして日中の最高気温は23度となっておりますね。そして明日の、ね、天気もお伝えしておきましょうかね。明日もね、ちょっと今日とあんまり変わらないんですけども、曇りのうち雨ということで、はい、明日もね、降水確率 30% といったところでしょうか。そして明日の、ね、日中最高気温21度ということで、今日よりはね、若干低くはなりますけども、やっぱね、3月にもなってね、ちょっとだんだんこのちょっとね、気温の方もね、上がってきている沖縄県、そして読谷村ですけどもね、まだまだね、まあ寒暖差がねありますのでね、夜寒かったり朝がね冷え込んだりしますので、ぜひね皆さん体調管理にも気をつけていただきたいなと思いますよ。ね、また最近ちょっとインフルエンザもね、なんか流行ってるよってね、ちょっと小耳に挟んだので、皆さんもね、そういう体調管理、はい、しっかりしていただいてね、またね、楽しい休日を過ごしていただきたいと思います。以上、本日の沖縄のお天気でした。お届けしてます、観光情報番組よみたんラジオ、ナビゲーター達也でお届けしておりますけども、皆さんからの、ね、メッセージも、ね、お待ちしておりますよ。よみたん村にまつわる情報、そして、ね、観光でここよみたん村に、ね、来られている観光客の皆さんの、ね、お声など、ね、ぜひメッセージくださいよ。 fm786@fmyomitan.co.jp、 すべて小文字です。 fm786@fmyomitan.co.jp です。件名に観光情報番組よみたんラジオと書いていただきたいと思います。それでは CM 挟みまして、まだまだ続きます。観光情報番組よみたんラジオです。
読みたん、なんでも調査団。読みたん、なんでも調査団。どこにでもある、でもそこにしかない、読みたんラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる、読みたんなんでも調査団ということで、はい、このコーナーがやってまいりました。このコーナーはね、本当に地元の皆さんのお声などね、観光客の皆さんのお声ね、そして素敵な、ね、観光スポットお店紹介をする中で、今日はね、まずはこちらをお聞きいただきたいと思いますよ。それではお聞きください。FM 読みたん 78.6 いやさあさあ、はいや、読みたん 78.6 はい、ということで、はい、今日は、ね、はい、私達也と小一郎がお届けする読谷の夜を紹介第2弾ということでね、イエーイ。先日は、ね、はい、残波向けにね、はい、車を走らせ、ね、さまざまなお店などを、ね、紹介する中で、ね、はい、読谷村はね、まだまだね、はい、ありますよということで、今日は読谷村の南の、ね、地区の方、そうですね、はい、紹介していきたいと思います。具体的にはイオンタウン向けに車を今走らせている状態ですね、はい、今ここ私たちは、読谷村のどこにいるんでしょうか。そうですね、こちらはちょっと説明がしにくいではあるんですけど、はい、読谷村、こちらは大木になるのかな。大木ですかね、はい。読谷村は24の、ね、自治会とかね、はい、ある中で、はい、今は大木に来ております、ね、ということで車を、ね、はい、走らせておりますけども、まだ見渡す限り何もないですね基地の中にいるみたいなね、周りはなんかフェンスで、ちょっと基地の中に近い状態ではあるんですけど、ね、読谷村はそういうところもありますね、まあ、そうですねということで、こちらを左に曲がります。はい、はい、お願いします。はい、車はどんどん走らせております。はい、ね、以前あの石川達也と浅戸光一郎がね夜の読谷を紹介するコーナーがね、はい、大好評ということで第2弾をね、はい、思いつきまして、今日は読谷村の南、ちょっと意外に好評だったっていうのが私朝とは驚いておるところではあるんですけど、はい、ね、私より小一郎の方が読谷村のこと詳しい。いやなぜそういうわけではないんですけど、まだ、はい、まあ、ちょっとした なんか いるっていう情報をポポンって流せるのが私、はい、朝田の特徴ではございますけども、はい、そんな小一郎とね、今日はまた読谷村、はいはい、紹介していきます。 BGM にはね、はい、78.6 を BGM にノリノリで行きたいと思いますけども、はい、もう間もなくですかね。ここは読谷村の戸口、戸口、まだ戸口まで来てないですかね。ではないですかね。はい、さまざまなこの読谷村の、ね、はい、お店を紹介する中で、小一郎どうですか。はい、そうですね、ここ私たちは今イオンタウン向けに車を走らせているところなんですけど、はい、早速じゃあ、はい、こちら今信号何交差点かな、こっち、ここは戸口交差点になるのかな、はい、すいません、ちょっと私は分からないんですけど、大和、そうですね、宅急便さんね、宅急便の大和の向かいの方にスターバックスがございますね、はい、スターバックス、読谷にもスタバあったんですね、はい、実はあったんです、読谷村内に1軒しかないスターバックスでございます、はい、ぜひね、美味しいコーヒーといえばスターバックス、はい、飲みますのでね、はい、はい、斜め向かいにはガソリンスタンドもありますよ。そうですね、こちらのガソリンスタンドもなかなか優秀なガソリンスタンドでして、自転車 あの、まあ、パンクした時なども車あのちゃんと直していただけるので、はい、ということで、はい、信号を右手に曲がりました。はい、イオンタウンの壁沿いに沿ってる感じですね。読谷にね、やっぱこういうね、はい、大きいなんかね、施設といいますか、ね、そうですね、ショッピングするとこがね、はい、あるって珍しいですよね。ここができたのが自分が中学
に上がったかなぐらいの頃なんで、7年から8年ぐらいまでなんですけど、はい、もうだいぶ読谷村に馴染みが出てきたんじゃないでしょうか ね、はい、にぎわってますけども、早速ね、はい、はい、イオンタウンということで、左の方にはドラッグイレブンでございます。そうですね、薬のことも困らない、ね、旅先でね、はい、ちょっとしたね体調不良はドラッグイレブン駆けつけてください、はい、お隣は何ですか。ここは靴屋さんですね。靴屋アスビーって読むんですよね。アスビー、これは旅先でね、はい、あの靴が壊れてもの、ね、ここに安心してください、はい、売ってますよ。左手はまた何ね、これ、はい、こちらはダイソーさんですかね。その隣にビレバン、そうですね、ビレッジヴァンガードがあるんですよ実は。あのね、はい、いっぱいさまざまなね、また面白い雑貨とかある中 で、ね、ここ読みたんでもいっぱいあるんですね。はい、またナムコランドという、まあ、ゲームセンターもございますので、ゲームセンターもあるの。はい、実はあるんですよ。すごいじゃん。ゲームセンターもあるので、はい、遊びにも事欠かない読谷村。はい、いっぱいあるよ、はい、ここ左手に。何でございますね、紹介して。そうですね、美容室かな。美容室があったり、マッサージ屋さん、あとカメラ屋。そうですね、カメラ屋さん、メガネ屋さんもございます。メガネ屋さんもあるんだ。旅先でね、メガネ壊れたらいいでね。メガネ壊れるようなことをしなければいいのではないですか。はい、ということで、隣なんだろう、これ。ここはパン屋さんかな。あ、こっちのパン屋美味しいよ、塩パン。はい、最近からここ塩パンね、こっち美味しいって言えば、こちらの方に最近からでき始めたかな、はい。で、あ、やっぱね、マックスバリュー、はい、県外の方にも、まあ、はい、認知されてるんじゃないですでしょうか。トップバリューで有名のマックスバリューさんもございます。はいね、さまざままたお店がある中で、こちらマックスバリューのお隣、はい、映画大好きあさとさんがいつも通わせていただいてるツタヤさん、読谷店です。ね、はい、読谷にこっち一箇所しかないよね、こういう DVD 借りれるね、以前はちょっとまた別のところがあったんですけど、はい、まあ蔦屋さんができてからはもう蔦屋さんにほぼ毎日通ってるんじゃないかと言っても過言ではないぐらい、はい、そんなね、はい、また借りれるとこもありながら、隣には、はい、ベスト電機さんがございますね。ベスト電機、はい、あら、いいね、家電製品から車のカー用品とか、旅先でね、急遽ね、はい、あ、家電書いてあった。ベスト電機。いいかもしれないですね。そんな衝動的に買えるものなのかどうかちょっとわからないですけど、まあまあまあ。ね、旅先でね、はい、買いたいってなった時にはね、買えるベスト電機もね、揃っておりますので。そうですね。そんなイオンタウンもね、いっぱいありましたけども。イオンタウンの中にもたくさんの、はい、まあ、お店が。あって、それを一つ一つ紹介させていただいたんですけど、ね、そこをじゃあ、はい、イオンタウンもね、はい、出て、そうですね、少しまた車を走らせていきたいと思います。はい、立谷さん、これはどちらの方に車か走らせてる状態でしょうか。こちらはね、はい、私の読谷村で一番大好きな場所へね、はい、今車を走らせておりますが、ただいま、はい、読谷村の戸口に来ております。はい、ということで、はい、こちらを右に曲がります。そうですね、はい、おそってどこに着くんでしょうか。そうですね、民家を抜けて、はい、まあどちらの方に行くのかな、戸口公民館向けって行った方がいいんでしょうかね、これはですかね。もうこちらはね本当に、はい、まあお店も何もない本当にね、うん、はい、道を今走らせております。まあこの辺はね、中の方に入ると、まあ、観光客向けかどうかは分からないんですけど、はい、ちょっとまあ、あの、空手教室があったりとか。あ、そうなんですね。旅先で空手やりたくなった時はね、空手いいかもしれないですね。そうですね、見学するのも自由だとは確か思うので、はい、まあ、ぜひ、ね、あの、沖縄の武芸も体験されたり、見に行かれたりとかもいかがでしょうか。はい、ということでね、もう間もなく、おー、達也さんが好きな場所に、はい、読谷村で私が一番大好きな場所ということで、はい、あれ、イルミネーションも光って、あ、綺麗、この時期なのにイルミネーションいいですね。まあ、なんか今までとは違う感じのね、また場所にたどり着きましたけども、はい、さて、ここです、ミートショップレストラン、はい、ガンジューファームということで、いいですね、はい、読谷村の戸口にあります。そうですね、ミートショップ&レストランガンジューファームということで、はい、ね、戸口ビーチの方に来ました。到着です、戸口ビーチ。あさとくんは来たことありますか。はい、ありますよ。こっちは自分は
高校生の時ですかね、はい、よくお友達とこちらの方の海で遊びに、本当ですか、はい、来たりとか、またこちら夏になるとタコなども取れたりとか、知らなかった、潮干狩りでもちょっと遊べたりするんですよね、ここはね。そんな素敵なまたね、はい、お店もありながら、そういうね素敵なまた戸口ビーチということで、はい、ね、また毎月29日はね、こういう肉の日、ね、肉の日でね、ここでは美味しいね、またお肉も食べながら、ね、はい、素敵なね、こういう肉の日限定でね、プランとかもありますので、そうですね、はい、ぜひ、ね、とても美味しい、来ていただきたいと思います。本当食べたくなってきた。あ、観光客もいっぱいいますね夜なのに、いいですね、はい、皆さんぜひ楽しんでください。ということで、夜景などがとても綺麗な場所ですからね、ここは、はい、じゃあ一旦こちらで調査終了しましょうかね。そうですね、なかなかいい時間なので、はい、はい、ということでぜひ、はい、ね、観光でいらした方、ぜひ読谷村の南地区にもね素敵な、お店やね観光スポットがいっぱいありますので、はい、はい、ぜひラジオの情報をもとに足を運んでください。以上です。第3弾でお会いしましょう。バイバイ。はい、ということで、私とね FM 読谷スタッフの浅戸浩一郎くんがお届けする夜の読谷ということでね、最近ちょっと頻繁にねお届けしている中でね、はい、本当に、ね、昼間のこの読谷村の観光もねもちろんいいんですけどもね、夜ね、本当にこのドライブする中で昼間ね閉まっているお店がね、また明かりを灯しながら、あ、こんなとこにねこういう美味しいお店があったんだとかね、また新たなね発見ができるんですよね、夜のドライブ、そして読谷村なのでね、ぜひ皆さん、まだまだね私も知らない読谷村が多い中で、ね、気になるお店とかもねいくつかあるんですよね最近なので、ね、そういう気になるお店などもね今後またね、皆さんに情報としてお届けしていきたいなと思ってますので、ね、皆さんからもね、はい、ぜひメッセージ待ってますよ、ね、地元の方ここにね美味しい、ね、お店がオープンしたよっていうね、そういう身近な問題など、はい、メッセージいただけるとまたね取り上げていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではCM を挟みまして、まだまだ続きます。観光情報番組読谷ラジオです。あら、いらっしゃい。どうしたの？ちょっと疲れてて。あんたが読谷来るなんて珍しいじゃない。仕事で行き詰まっちゃってさ。そうなの？そんな時は
観光情報番組読谷ラジオ。それを聞けばあなたの人生変わるかもよ。ありがとうママ。観光情報番組読谷ラジオ聞いてみるね。CM を挟みまして、時計の針は9時31分を回っております。お届けしてます観光情報番組読谷ラジオです。ということでね、はい、このコーナーはね、またこの気になるお店のね、情報、観光スポットのね、情報などをお届けしていくんですが、今ねちょっとね、このサテライトスタジオの方から外の方を見ますと、だんだんねまた雲が厚くなってきておりますね。この後雨が降るんではないでしょうかね。ぜひ皆さん、はい、また本当に気をつけていただきたいな。そして運転もね、はい、安全運転でよろしくお願いいたしますよ。ということでね、ちょっと話変わるんですけどもね、今日朝私この出勤する時にこの読谷村の、ね、地域振興センター、FM 読谷の、ね、スタジオもあります読谷村地域振興センターのお隣になんとね、今日久しぶりに、ね、声かけたんですけども、ヤギさんがいるんですよね。はい、3頭ほど、ね、太郎と次郎と小次郎っていうのはね、自分が勝手に今ちょっと、はい、名前つけてるんですけども、はい、ここなんだ、沖縄でねこのヤギが見れる場所もね、はい、いくつかあると思うんですけども、こういう身近なところでね、本当にこのヤギヒージャーですね、はい、見ることできますのでね、今日朝からねちょっとなんか寂しかったんですかね、ちょっと餌を求めてずっと見られてたので、ちょっと声をかけながらね餌をあげたんですけども、なんとね、はい、この地域振興センターの隣でもね、そのヤギ3頭、太郎と次郎と小次郎、ね、見ることができますけども、ここね、紫村の園内の中でもね、実はねこの見ることできるんですよ、ヤギさんヒージャー、はい、可愛いですので、ぜひね皆さん見てください。そして話しかけてください。そしたらね、はい、おしゃべりすることができますのでめーとか言ってね、はい、そういうねちょっと、はい、失礼しました、ね、朝からちょっとハッピーな話でございましたけども、はい、その前にちょっとメールが、ね、いくつか届いているので紹介させていただきますね。達也さん、おはようございます。ラジオネームなおです。はい、なおさん、おはようございます。今日は朝から FM 読谷の電波が入ってきません。達也さん直しに来てということで、今日はお休みなので友人とドライブに行ってきます失礼しました。それではお時間まで頑張ってくださいということでね、はい、ヤオさんちょっと天気は悪いんですけどドライブに行くということでね、はい、ぜひ楽しみながらもまた運転ね、また心がけていただいて、はい、楽しい休日をお過ごしください。はい、よろしくお願いいたします。はい、続いてラジオネームハイサイさんからですね。はい、ありがとうございます。おはようございます。達也さん、今日で3連休も終わりですね。あっという間だった。達也さんは楽しみましたか。番組最後まで頑張ってくださいね、聞いてますということで、ラジオネームハイサイさんからメールをいただいております。ね、本当に今日で3連休終わりですよね。あっという間だったな、本当にね、楽しみましたかということで、はい、楽しみましたはい、確かね土曜日、今日何曜日だ、月曜日ですね。土曜日ね、ちょっと夜からちょっとあのね友達と那覇のホテルバイキング、ディナーバイキングですかね、ちょっと行ってね、初めて行ったんですけども、そちらも美味しくて、はい、全然読谷村と全く関係ないんですけどもね、美味しい食事をいただきましたということで、はい、楽しみましたよ。はい、ね、メールもまだまだ届いておりますが、こちらまで、はい、ご紹介させていただきますね。はい、久しぶりに投稿しますゆじろです。ここ最近、
湿気だらけで嫌になっちゃいます。湿気といえばこの間女の子と一緒に映画を見に行く、機会がありいい感じの濡れ場シーンで私が女の子の手をそっと握ったところ、嫌だ私手汗かく人だから嫌だと振り払われ、断固拒否されてしまいました。あれは照れ隠しだったんでしょうか。その後なぜか LINE が既読スルーです。石川さんどうしたらいいか教えてください。 PS 丸坊主は伸びましたか。誰だろうこの方。どういうこと、何あ、要は女の子に嫌われたってことではね、既読スルーってことは。はい、残念でした。どうしたらいいのかな、対処法。はい、ちょっと思いつかないんですけども、はい。ぜひね、諦めずに頑張ってください。ラジオネームないんですけども、はい、よろしくお願いいたします。ということで面白いですねこのメッセージ。はい、よろしくお願いします。ということでね、はい、ここから話は変わりまして、はい、ちょっとお店紹介ね、最近私がね読谷村で、この気になるお店紹介をね、はい、少しばっかりしていきたいんですけども、ね、先週ぐらいですかね、ちょっとあのお話もしたんですけどもね、3月19日昨日ですね、昨日ね、読谷村のね、こちらは瀬那覇にございますココスラお菓子店というね、お菓子店がね、オープンしたということで、はい、ちょっと本当に私ちょっと気になるお店の一つでもございまして、ね、どういった商品がね置いてますかと言いますと、はい、さまざまなね焼き菓子とかね、お菓子がね店内は充実しているそうですよ、ね、スイーツなどもね、はい、たくさん置いているということで、ね、本当に何だろう、このデザート好きな方とかね、スイーツ好きな方、そね、お菓子好きな方、ぜひねちょっと足を運んでいただきたいと思いますよ、ね、ケーキの種類も結構なんか多いのかな、はい、また季節のね、素材を使ったそういう旬なね、またタルトとかね、そういう何だろうね、ケーキもねご用意しているということで、はい、本当にねちょっと行ってみたいなと思うんですけどもね、読谷村の瀬那覇にねオープンしましたよ、ココスラお菓子店ということでね、はいね、入り口もねなんか可愛らしいね、お菓子店みたいな感じではございますけども、はいね、オープンが、11時から、そしてね、夜の7時まで空いてるそうですよ。で、定休日が火曜日と第1と第3水曜日となっておりますね。なので今日は空いてるでしょうね。またね、3月25日までのね、期間中1000円以上購入の方、先着20名様に焼き菓子のプレゼントがあるみたいですよということで、はいね、ぜひ本当に行きたい。なんかレモンケーキ、あ、美味しそうだな、はい、ぜひねちょっと本当に昨日からオープンしておりますので、ぜひお近く通られる皆さん、ね、気になる皆さんはちょっと足を運んでみるのもいいかなと思いますよ。ココスラお菓子店でございます。ぜひね、はい、チェックしていただきたいなと思いますよ。そしてね、ちょっとそういう関連のお店紹介にもなるんですけども、ここもねちょっと気になるお店の一つでございまして、同じくね読谷村の瀬那覇にございますパン工房お隣屋ということで ね、いつも車はと、でね走らせて通りはするんですけども、こちらもねちょっと気になるねお店の一つ、パン屋さんでもございまして、ね、読谷村の中にもねパン屋はいくつかあると思うんですけども、ね、もう入り口も本当にね可愛らしいということでね、ちなみに定休日が
木曜日と、日曜日ということで、ね、こちらも今日空いてるんではないでしょうか。10時オープンということでこの後ですか ね売り切れ次第終了ということでね、こちらのパン屋さんなかなか失礼しました、なかなかのね、大好評ということでね、オープンと同時にお客さんがね結構来られるそうですよ。でなので売り切れ次第終了っていうね、このオーナーのあれなんですかね。ね本当にね、この店内さまざまなねパンもあるみたいですね。はい。ね本当にもう可愛らしいねパンもあればね、このなんだろう。デザインもね素敵なパンは様々なねパンもございますよ、ねお値段もね本当にね、100円から買えるパンなどもあったりしてね、ぜひ皆さんこちら読谷村の瀬那覇にねお店を構えます。はい、こちらのパン屋さんですね。はい、パン工房お隣屋でございます。はい、なんかねこのあと、まあ、昼時3時じゃとかでね、パンちょっと購入考えてる皆さんぜひねちょっと足を運んでいただきたいなと思いますよ、ね、こういうねちょっと気になるお店がね私最近ちょっと多くていろいろねこの皆さんに情報をお伝えしてるんですけどもね、はい、ぜひね、パンといえばそうだ、また話変わるんですけども、読谷ってほらゆるキャラいるでしょ、読谷、ね、そのゆるキャラのパン読谷パンっていうのもございまして、確かねイオンタウンの一角にありますお店なんですけど、ちょっとね名前忘れてしまいまして、なんだったかな、イオンタウンの、ね、中にあるんですよお店。そこのパン屋さんでもね、あの読谷パンっていう1日ね確か限定ね、6個か7個ぐらいでね本当に、販売してまして、ね、なかなかそういうパンね、なんだろう購入するとこがないですので、ぜひね読谷好きな方パンをねお買い求めに、そのねイオンタウンにありますよパン屋さん、ごめんなさいちょっと名前がわからないです、ピエーレだったかな、違いますね。はい、ぜひちょっと皆さんちょっと調べていただいてね、購入よろしくお願いいたします。ということでね、いろいろベラ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 喋りましたけども、ね、まだまだね本当いくつか気になるお店がねあったりするので、ちょっとね今後また情報を届けながら、そしてね実際にそのお店にね、この足を運びながらもっともっとちょっとね情報をゲットしていきたいなと思いますので、引き続き皆さんからのねメッセージもお待ちしておりますよ。はい、 fm786@fmyomitan.co.jp でございます。ね、来たメールはすべて読まさせていただきますのでね、はい、今からでも間に合いますので、はい、ぜひ皆さんメッセージよろしくお願いいたします。それでは CM 挟みまして、まだまだ続きます観光情報番組読谷ラジオです。
戦争レンタカーラジオドライブマップご案内します。戦争レンタカーラジオドライブマップ。このコーナーは沖縄県レンタカー協会三女会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップのコーナーとなっております。はい、さて観光客の皆さん、レンタカー借りる際にね、こちら、はい、映像を見てる皆さんはこちらとなっておりますよ。沖縄ドライブマップ、沖縄本島丸分かりロードマップということでね、こちら一冊、はい、情報誌手渡されてることでしょうね。ぜひね、ご活用していただきたいんですけども、の中身はなんとね、すぐ使えるクーポンもついておればね、地図、分かりやすい地図ね、これを片手にね、ぜひ観光で楽しんでいただきたいなと思いますよ。そしてね、沖縄、そしてここ読谷村のね、素敵な観光スポット、そしてね、お食事どころ、ね、体験ができるさまざまな、ね、企業さんの、ね、情報もこの一冊で見ればすべて丸分かりとなっておりますので、ぜひ皆さんね、ご活用ください。22ページ、はい、私たち FM 読谷の、ね、スタッフがおすすめします読谷村の、ね、素敵な観光スポット、ね、地図とともに、ね、掲載されておりますよ。イラストも一緒にね、ぜひこの、ね、情報をもとにここ、ね、読谷村にも、ね、足を運んでいただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上、メンソーレンタカーラジオドライブマップでした。お届けしてきました観光情報番組読谷ラジオ、時計の針は9時48分を迎えてますね。はい、間もなくですけども、早いものですね。本当に時間というものはあっという間なんでございますけども、ね、メール今日ちょっと多いですので、ちょっと紹介させていただきますね。はい、愛知県から新地小林さん、はい、ありがとうございますね。おはようございます、たっちゃん、おはようございます。3連休ね、メッセージ、あ、3日連続のメッセージで、そうですねありがとうございます。今日も天気が悪そうですね。せっかくの3連休だったのに残念ですね。名古屋は今日も快晴ですよ。気温も18度まで上がるって。昨日は調子乗って外出したから、花粉症の症状がひどく、夜に寝てても目が痒くて、鼻は詰まるし、くしゃみは止まらないし、あまり眠れなかった。たっちゃんも内地に来るときはこの時期は避けた方がいいですよ。ね、花粉症は誰でもなるんだって。そうなの？知らなかった。そうなんだ、体質かなと思ったんですけども、違うんだね。今日も無理せずのんびりしますね。たっちゃん、体調を崩さないようにね。ではたっちゃん、またね、ということで。そうなんだ、花粉症って誰でもなるの？初めて知ったね。なんかそういう体質の方かなと思ったんですけども、新次小林さんね、ちょっと体調悪くなってるみたいですのでね、ちょっと無理せずね、薬、これ薬飲むのかな、花粉症って。ちょっと知らないんですけどもね、本当にひどくなるようでした。病院などもね、行かれてみてくださいよね。3連休最後ということで、メッセージもね、はい、ありがとうございました。ゆっくり休んでください。はい、メール届いてますね。いやささ、はい、ラジオネームサンフランシスコ何、面白いんだけどサンフランシスコさんからね、メールをいただいております。初めてメールします。最近 FM 読谷を聞くようになりました。観光情報番組読谷ラジオも、読谷村の情報が知れて嬉しいです。またメールします、ということでね、男性のラジオネームサンフランシスコさんから、ね、メールをいただいております。ありがとうございます、嬉しい ね初めてメールする中でね、最近は FM 読谷を聞くようになりましたということで、はい、ぜひ今後とも ね、観光情報番組読谷ラジオ以外にもね、素敵な番組が
はい、いっぱいありますのでね、ぜひね楽しんでいただきたいなと思いますよ。そして、個人携帯にもね頑張って聞いてますよということでね、はい、ね、前は控えましょうかね。はい、あの方ですね。はい、お仕事なんですかね。ぜひ、はい、サボらないで運転頑張ってくださいよ。はい、ということで、はい、皆さんからのメッセージね、はい、たくさんいただいておりますね。はい、先ほどよりもね本当に雲がね本当分厚くなってきましたね。ちょっと、はい、雨の心配もございますけども、ぜひ皆さん3連休の最後ということで、はい、楽しみながら、ね、そして安全に気をつけながらドライブだったりね、外出していただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたしますね。でもねこういう雨のこのね雨の日ってなんかいいですよね。なんかね家でゆっくりするのもいいですし、なんかねやっぱ外に出るのもいいですよね。はい、ということでね、はい、今日も皆さんからの、ね、メッセージを多くいただきましたよ、ね、この観光情報番組読谷ラジオ毎朝ね365日ね、この時間9時から、ね、10時までの1時間生放送でお届けしておりますよ、ね、ラジオの、ね、情報をもとに、ね、ここ読谷村に、ね、足を運んでみたくなるような、ね、情報をお届けしております。ぜひ、ね、皆さんゲットしていただいてね、読谷村にもね足を運んでいただきたいと思いますよ。はい、それでは、10時までの1時間お付き合いありがとうございました。この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りしました。それでは皆さん3連休の最後の月曜日祝日かな、はい、楽しんでください。それでは沖縄県、そして今日もここ読谷村にメンソーレ、バイバイ。